竹下花名奉行とは、1980年代後半に、竹下昇金丸信が自民党内に結成した、形成会において、竹下、金丸の後継者と目された7人の有力政治家を指した言葉。彼らの歴史は、基本的に竹下系と金丸系の対立を軸に推移する。小渕、橋本、奥田の3人については、 このうちいずれか一人を入れないで言うことも多くもあり、その場合は六部業と呼ばれた。中曽根康弘は5年間にわたり内閣総理大臣を務め、竹下の自民党総裁就任にあたって影響力を行使したものの、リクルート事件で党籍離脱に追い込まれたため、形成会への求心力がますます高まった。その頃から七部業は次々と養殖に起用されてゆき、 権力の中枢を歩むことになる。宇野政権では大逆風となった1989年参院選に敗れた橋本幹事長が畜生と悔しがるシーンが TEB で放映され話題となったが、この参院選では不人気の宇野首相に代わり、人気弁士として全国を応援に回った橋本が評価を高めることになった。こうして、 最初に総裁候補とされたのが1989年のポスト、宇野総裁選びでの橋本だった。しかし、この時小沢が橋本の女性スキャンダルを探し出した。これが一流戦争の発端である。結局、金丸が担いだ海部政権では橋本と入れ替わるように小沢が幹事長に就任。海部政権の長期化とともに小沢の権力伸長は著しくなる。 金丸の意向を背景に政策を牛耳り、竹下派竹下家を政策中枢から外したため、橋本、梶山らが不満を募らせる。1991年5月の東京都知事選挙では、小沢はトレンと対立した上に敗北。この責任を取り、小沢が幹事長辞任、公認幹事長に派副会長だった小渕が就任。しかし、 小沢は同じく派副会長から会長代行に昇格、派での影響力を増すことになった。この移動には将来小沢を会長に据えたい、金丸の意向があった。これに対し竹下は、総裁再当番こそ望まなかったものの、金丸と小沢の強引さについて危惧しており、小沢を会長に据えることには反対だった。1991年9月、小選挙区法案をめぐり、 解散反対派の金丸系と、解散賛成派の竹下系が完全に対立する。会派は、選挙制度改革派の若手に押され、重大な決意で臨むと、記者会見などで発言し解散して、真を問う決意を固め、小渕幹事長も解散準備を行うものの、解散決定の閣議15分前に、小沢会長大根が会派に、形成会は、解散を支持せずと伝える。 身体極まった海部は内閣総辞職に追い込まれた。この時は金丸系と竹下系の役回りが逆だったと思われていることが多い。10月10日、自由民主党総裁選挙において海部の後継総裁を争った宮沢喜一、渡辺道夫、三塚博史との面接を行ったのが小沢と渡辺であり小沢の個人事務所で実施されたことから小沢面接と呼ばれた。 当選回数や年齢などで上の人間を自分の事務所に呼びつけた小沢面接には党内外から批判の声が上がった。小沢は祝日にホテルを確保するのは面倒だったと回想している。金丸は最終的に鶴の一声で渡辺市持から宮沢市持に切り替えた。竹下派会長だった金丸真が1992年に発覚した。 東京佐川急便事件で会長職を辞任したのをきっかけに後継会長をめぐる花井構想に発展した。夏季休暇を狙って事件を公表し、わざわざ玄関で強制捜査を撮影させるありさまだった。この結果、派閥オーナーである竹下と会長代行である小沢の対立が深刻化した。七部業は竹下側に立った大渕、橋本、梶山と 表の羽田、裏の小沢を2枚看板とする小沢、羽田、渡辺、奥田に分裂することになる。後継会長人事で、竹下家は、竹下の側近中の側近である小渕を押し、小沢、羽田系は精神なイメージの羽田を押した。両者は、中間派であった羽田グループの引き込みに奔走。竹下は、羽田会長、羽田総裁を約束し、小沢は、 選挙制度改革を訴えた。強硬な政治改革論者だった羽田は小沢に合流することを選択。羽田と親密だった奥田らも同調した。衆議院では小沢系が67人中35人と過半数を固めたものの参議院は衆議院を握ればそちらへ流れるとみて工作を怠った。一方、小渕系は竹下の命を受けた青木幹を 斉藤十郎らが、小渕支持工作に奔走し38人中30人を、固め、直後の金丸、竹下、小沢の三者会談で、小沢が竹下をなじる一幕があった後からついてくる、という参院軽視発言が瞬時に伝わったため、それまで衆院で優勢な体制を築き上げつつ、あったにもかかわらず参院側の離脱を招いた。また、先に、事務所の金庫を押えたのも、 竹下側だった。最終的に会長を決定する、形成会最高幹部会で、座長の原田健が、小渕支持の座長見解を出し、小渕は後継会長の座に就いた。旧竹下系は小渕派となり、第四派閥に転落した。一方の小座は、羽田系44名は、形成会を離脱して改革フォーラム21を立ち上げた。これによって竹下花名部業は、 同じ派閥の中で活動することはなくなった。竹下に支えられた宮沢改造内閣で礼遇された、羽田派はやがて自民党を離党して、新政党に発展し、自民党の55年体制を崩壊させた。一方、おぶ派は徐々に力を取り戻し、自民党の政権復帰後は1995年の総裁選で、梶山野中博文が、 橋本総裁実現に大きく貢献した。橋本は総理就任後、梶山を官房長官につけ、構造改革、財政再建を断行する。1997年頃、連立相手をめぐり梶山は、新進党内で孤立しかけていた小沢と、ほ連合構想を模索し、自社左派の野中広武と対立する。1997年9月、橋本と大が、 自社左派に屈する形で、自社左派の勝利で対立が決着した。これにより、梶山が官房長官を辞任し、橋本と決別することになった。橋本内閣は、景気の悪化による1998年の参議院選大敗の責任を取り、総辞職。後継総裁をめぐって、野中ら自社左派のオスオブチとホホ派のオス梶山が、真っ向から対立。 橋本は同年齢、同期で最大の親友である小淵を支持し、梶山は小淵派を離脱して総裁選に出馬した結果、竹下による小泉純一郎擁立もあり、小淵政権が誕生。一方、1998年7月には奥田が死去している。小淵政権は、前任の橋本改革路線とは、正反対の経済財政政策をとり、景気回復に努めた。 この頃から野中広務、青木幹を村岡健三らポスト7部業世代の実力者が派をリードするようになった。2000年5月小渕が死去すると派閥会長は橋本が引き継いだ。小渕と橋本は政策的には距離があったが政局では一度も敵対することはなかった。しかし会長になっても橋本改革路線は復活せず、野中、青木、村岡を含めた 集団指導体制になった。また、2000年には、竹下、梶山が、相次いで死去している。2001年3月、ポスト、森総裁選に野中を押す声が派内で高まるが、青木が強行に反対し実現せず、結局橋本が再び立候補することになった。橋本は、野中の要望を聞き入れ総裁時代の改革路線を、大幅に修正し、 景気回復との両立を図ることを公約に立候補したが、青木と変人、小泉の前にまさかの大敗北を起死した。2006年7月、橋本龍太郎が長官拒絶で死去。2009年8月、得票確保に失踪した小沢の功績もあり、民主党が衆議院議員総選挙において絶対安定多数を上回る308議席を獲得。 第一党に躍進。議場にて戦友とも言うべき羽田トロをねぎらうシーンも見られた。なお、羽田はこの人気をもっての引退を示唆している。2012年12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙において、前述の羽田に加えて、渡辺も出馬せず引退した。2017年8月28日、羽田勤が老衰で死去。 2020年8月23日、渡辺構造が老衰で死去。2020年8月時点で、小沢が唯一の現職議員かつ存命者となった。橋本、羽田、小沢、梶山の4人は、金丸新から、無事の橋本、平時の羽田、乱世の小沢、大乱世の梶山と評された。奥田、小沢、梶山、橋本はトップダウン型、大渕。 羽田、渡辺は、調整型のリーダーとされるものの、根回しは7人とも優れていた。ありがとうございます。